サチ顔やりやと、ムチプル、これはねムチプルティント06キャンメイク。やっぱこのねスティックタイプって本当に塗りやすく楽、軽いし、これちっちゃいしいいですね。ただステッチありがとう、今来てくれてありがとう。今日はもう食欲がなんか止まんなくて、まあ止めてるんですけど、頑張って頑張って止めてるんですけど、食欲が止まんなくて困ってます。食欲の秋だよ本当に。チートデイはねしちゃダメなんです。2週間後ちょっと、まあ、すぐにね舞台とか公演とかスターズ東京とかたくさん待ってるのでチートデイは禁止です。そうでもなんかお腹のすきがすごくて、でもいつもよりは食べたかも。で夜ご飯少なかったからね、おにぎり1個とサラダ、ちっちゃいサラダとゆで卵だから、え、だってね昼に結構カロリー高いの食べちゃったから。そう見て、お菓子食べた、久しぶりにビッグカツ、ビッグカツ食べた。でしょ、それじゃ少ないんですよ。今日は鶏天でした。いいですね、揚げ物ってやっぱ美味しいよね。でも今日家からキウイを持ってきたんですよ。キウイ、もうスプーンがないから食べれない。司会の再販が始まってますので、皆さんぜひ待っています。ありがとうございます。みんな X 見てくれましたか。いちご飴を食べました。めっちゃなんかさ、満面の笑みって書いたけどさ、なんか満面の笑みというよりなんかにんまりしてるって思った、今見たら。そう、オシャンティなやつ、オシャンティなやつです。こんにちは、こんばんは、来てくれてありがとう。こんばんは、来てくれてありがとう。最近野菜食べてなさすぎて、野菜を食べなきゃ。今日はね一応ね3分の1日の3分の1の野菜が取れる
サラダ食べたけど、朝と昼あんま食べてないから3分の2取れてない。3分の2取れてない体です、私は今。でもなんかマックとか食べたらやっぱり私が求めてるのはこっちだってなるやっぱ美味しいなって、それだけで過ごしたいよね。無理だけど。そっち納豆が好きなんです。そう、あ、麺類もね最近ハマってて、これは夏だからなのかなぜかわからないけど、麺、そう、でも麺より小麦じゃん麺って、麺よりご飯の方がいいから、なるべくご飯を選ぶようにしてるんだけど、最近ね麺をね見つけたら麺食べたいと思っちゃう。夏バテって麺っていうね。そうね、多分ね知らないうちにね夏バテしてるかもしれない。まだ暑いよね。まだ暑いですよ。めちゃくちゃ秋服を買ったんですよ。しっかり秋服。で、9月中旬ぐらいに着れるかなって。舞台で東京に行くので、着れるかなって思って買ったけど、着れなさそうですね、暑くて。まだ半袖です。でもお気に入りのノースリーブまだ着れるかな、まあ、持ってきてないんだけど。どう思う、ノースリーブ。サンダルもどう思う。まあ一応サンダル履いてるんだけど、今は秋服がメイン。まだ夏ですね。私がまだ夏服です。じゃあまだまだ暑そうですね。でもなんか夜、いや夜でもない、昨日歩いてたら、散歩してたらなんか寒いけど、あ、待って、暑いけど暑くなん、前真夏よりはやっぱ暑くないと思ったのがサッチだけですかね。サッチ、アイメイク変えてないよ。あ、嘘、変えたかも。でも大きくは変えてない。ラメをなくしました。目元をシンプルにしました。結構ゴテゴテにいっちゃってたの。なんか引き算メイクっていうの大事ならしいんでちょっと専門用語使ってみる。引き算、メイクの引き算も大事らしくて、ちょっと引き算してみました。でもね、ピンクの涙袋ずっといます。そう、サチがすごく考えることは最近考えてない。別にサチメイクはしてたんだけど、メイクは普通にしてたんだけど、多分あんまり普通
なんて言うんだろう、なんかここまで研究とかはしてなかったの、メイクの研究とか。だからもしアイドルしてなかったら、タッチ今どんなメイクしてたんだろうと思って。研究してたのかな、ちゃんと。今はね、お仕事で研究したいって思ってるからさ。でもメイク、でも、メイクしてたけど、高校生の時、まだアイドルしてない時、メイクしたいよりも落とすのめんどくさいって思って、メイクしてたのかな、どうなのかな、まあ、特別な日とかはしてたけど、あの軽音部のライブの時とかはしてたけど、あと友達と遊ぶ時、でも友達と遊ぶ時もあんまりしなかったそう、だから今ね、アイドルしてなかったらどんなメイクしてたんだろうね。友達しててもしなかった時とかもあった。もう落とすのが嫌いだったの、もうめんどくさいと思ってそれ落とすのはね、めんどくさいっていう思いは変わってないんだけど、それよりもメイクが好きだからやってる今は。こんな束感まつげとか知らなかったんだけど、そう、ギャルになってたかも、やばい、ギャルメイクしてたかなギャルの子いたかな、ギャルギャルいたけど、でもあんまり周りと一緒のとかはしないかもしれない。かわいいって感じ。O 型っぽいって言われるけど、私は A 型なんです。こんばんは、来てくれてありがとう。サチに会いに行ける予定は9月26の生誕祭ですね完売目指して頑張るけんって感じ。こんばんは、来てくれてありがとう。公演のね時は濃いですね。でも次からわからんけど、去年の冬クリスマスライブが多分一番濃いですね。メイクがアイシャドウが結構茶色使ってたか。お手紙誰かね、いや本当にそれな、そっちはそれがもう楽しみです誰だろう、私メンバーがいいです、メンバーが、東京メンバーがいいです。お母さん嫌です、緊張します でもお母さんその話したよ、そう、僕かも、誰嘘、誰は嘘だよ、知ってるけど誰だろうね、気になる、何を書かれるか、ヒヤヒヤ。お母さんだったらってこと。え、なんかこれなんか前も言ったけど、なんかめちゃくちゃ仲いいんですよ家族。なんか仲が良すぎて恥ずかしい、なんかそんな改まってさ、さきちゃんはアイドルになって1年が経つけど頑張ってるねとか、なんか改めて言われるのが恥ずかしいそう、だからちょっと嫌です。そう、照れくさいってやつ。そう、だからちょっと、あー、おじいちゃんいいね、おじいちゃん、おじいちゃん、こんばんは、来てくれてありがとう。お母さんとめっちゃ仲いいですよ。この前もお出かけ行きました。小学校、学校の時の恩師から、わ、それあるな、ないけどないけどあるな。すごいいい先生でした、高校の先生は特にお世話になりましたね。
でまた目力なかった。なんか目力がなくなっちゃうんですよね。 A 型の推しメンサッチは、それは4人まで作れる口実を作ろうとしていますね。よくないですわ。こんばんは、かわいい、頑張れ、ありがとう。かわいい、ありがとう。9月26だからあとちょっとですね。9月25はあのスターズ東京さんに出させていただくんですよ。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。うちはモデルさんのお仕事が興味があるので、モデルさんのねお仕事をさせていただいて嬉しいです。ありがとうございますって感じ。楽しみ。ランウェイパフォーマンスもさせていただくし、ランウェイも歩かせていただきます。それ聞いたかった。来てください。ちょっとお水飲む。あとオンラインお話し会もありますね。9月といえばね。新公演もね始まりますからね。サチ来てくれてありがとう。またサチサチありがとう。そう、七並べめちゃくちゃやってるので遭遇したらよろしくね。ハンダで出たいです。こんにちは、来てくれてありがとう。来てくれてありがとう。歌っててありがとう。ここまで来てくれてありがとう。私はね予定がいっぱい入ってるね。スケジュールが好きなのでね、楽しみですね。楽しいですよ。さちさちさちありがとう。日記は8月で止まりましたね。一回止まってます。これは言いますね。一回止まってますよ。そうそう、新しいことに挑戦すると毎日いそら、なんて言うんだろう、やっぱ新しいことって大変だよね。楽しいけど、スケジュール書く、スケジュール日記書く前に寝てた、忘れてた日記の存在。さっさと捨てちゃねえよ。メンバー誰と交換日記？交換日記は誰だろうね。交換日記、じゃあゆらさん。ありがとう。
でもまあ人間的にね、確かに休むことも、ね、大事ですよね。パンキークタありがとう。ありがとう。そう、今日もおばめでも送ったんだけど、アイス食べたの。あ、ちなみに正解はファミマのファミリーマートのゴツゴツチョコアイスバーだったかな、多分名前そんなんだったんだけど、あれはちゃんとねちょっと溶かして食べた方がいいです。私は上顎が削れましたこれマジです。今痛い、今触って分かった。そう、噛んだら硬すぎて噛めたんだけど、なんとか。でも上顎が痛く、いや下の歯の内側も削れてますね。マジで硬かったです。でも美味しかった。なのにすぐ溶けたいんですよすぐ溶けて大惨事でした。どっちって思って、まあ、美味しかったからね、いいですよね。そう、ちょっとだけ自慢なんですけど、今のところ新作アイスほぼ食べてます。ピース。カントリーマームのも食べたし、パルムのなんかクリームチーズのやつも食べたし、そのゴツゴツアイスバーも食べたし、あとファミマのお芋シリーズを制覇したいですね。あと月見バーガーも制覇したいですね。何があったっけ、なんかでも割といっぱい食べた。あと何があるか忘れちゃった。あ、生誕祭申し込みしてありがとう、嬉しい。まだ受付中だよ、待ってるよ、お願いします。目指せ乾杯。なんか変な髪の毛がいっぱいある。いやいや、聞き取れた今の。やばい、なんか今日食欲が、もうお腹すいたよ。さっちのよくわかんないのが、あ、スーパーカップのずんだだけ食べてない、まだ。そう、お腹すくんですよ、めちゃくちゃ。今も空いてて、でもスーパーとか食料を前にするとなんかやっぱいいよと思って買わないんじゃないですか。で帰ったらまたお腹すくって、買っとけばよかったとなる。まあ今日は寝ます。寝たら忘れるので。え、スーパーカップのずんだそんなに美味しいんですか？なんかちょっとスーパーカップはサッチーにはちょっと大きいですね一気に食べれない。